はいはい、どうもペンギンです。鋼の錬金術師ドリームカーニバル実況プレイ続きやっていきます。前回ヒューズさんの愛は不滅だみたいな感じのやつ、何やったっけ、あ、愛こそすべてかを終えたので、新しいシナリオが至高の味、至高の味を求めてラスト&グラトニーが出たので、あれ、なんかイラスト的にはエドとウィンリーがのなんかおったような気がするんですけど、メインはラストとグラトニーなんですね。まあやっていきましょう。それじゃ頑張って。どうしたのグラトニー、元気ないじゃない。ラスト、お腹すいた。あらあら、またさっきいっぱい食べたじゃない。もっと違うもの食べたい。珍しいじゃん、グラトニーが味にこだわるなんてさ。そうね、せっかく違うもの食べるならびっくりするくらい美味しいものとか食べたいわね。ラストもかい、なんか人間みたいなことってな。あら、ホモンクルスだって美味しいものくらい食べたいわよ。エンビーだってチョコレートパフェ大好きじゃない。もう、あれはいいんだよ、可愛い子が食べるもんなんだからさ。いいな、うめ。そういえば、今度セントラルでお祭りがあるらしいわね。キングブラッドレーのおっさんが開く例のやつか。優勝したら大総統直々に願いを叶えてくれるっていう。大総統ともなるといいもの食べてそうね。この国じゃ手に入りにくい珍味とかたくさん。珍味食べたい。いいわグラトニー、お祭りに行っていっぱいおいしいもの食べましょう。お祭り、お祭り。ラストの方が食べる気満々じゃん。おお、このような美しいご婦人と戦わねばならないとは、まことに心苦しい。噂の名高い炎の錬金術師にお会いできて光栄ですわ、大佐。大佐、お気をつけください。わかっている。この二人、肌物ではなさそうだ。いえ、色化に惑わされて足元救われないようにです。注意、いつもより冷たい気がするな。気のせいです。行きましょう。お手柔らかにね。うん、原作見とったらね、ラスト対大佐のそのこう向かい合ってるのを見るとね、ちょっと心が痛い。僕結構ラスト好きなんですよね。ハガレンのキャラの中で多分 1,2 ぐらいですごい好きなキャラクターなんですよね、ラスト。なんでって、まあこれこのゲームで結構好きになったんですよね。使いやすくて強いっていう。やべ、よしよし、ガードガード。注意が、これどうやって吹き飛ばし技使いよったっけ。よし、でラストはこの必殺技の出が結構早いんですよね。でかつこの、ま、前丸の攻撃が結構強くて広いんですよね。早いっていうのがやっぱり、いて、出が早くてどっから発動してもちゃんと敵の足元に出てくるっていうのが強いんですよ。大したことないわね。君、早く。なかなかやるわ。お、イカス入れ墨してるな、姉ちゃん。あなたこそ。
おひげが素敵よ、チューさん。食べちゃいたいくらい。食べちゃうの、ラスト。多分、あなたの想像してるのとは違うわ、グラさん。じゃあ、あっちの大きいの食べる。引きなさい、グラトニー。チューさん、どっちのいいでも怖えぞ。頑張れ。ご安心召されよ。今こそこの鍛え上げた完璧な肉体の素晴らしさを見せる時。無理をやっちゃ怖いな。やっぱり少佐のあのワイプの圧力ってのはすごいですね。めっちゃ制限されてるはずなんですけど、あの存在感やっぱり素晴らしいですね。ここ結構広いんですけど、どうしよっかな。そっち頼みましょうか。別々に戦った方がコンピュータ的には結構楽なんですよね。調査当たらんな。もうちょっとかな。よし、削った。でヒューズさんもワンカウント取ったか。この前罰も結構えぐいんですよね。グラトニー盾にしてさささかますか。ちょっとやばいかも。痛え。エリシャダン強いな、やっぱり。よっしゃ、グラトニーやっぱ強いね。パワーで押し切る感じがやっぱり強いですね。デスクワーク派かと思っていたけれど、思ってより頑張ったわね。ジンミまだ。俺としたことがまずったぜ。お、ラストじゃねえか。こんなところで会うとはな。それにグラトニー、おめえは少しダイエットした方が男前になるぜ。久しぶりね、グリード。そういえばあなたと手合わせするのは初めてかしら。知り合いか。腐れんつうか、ま、兄弟みてえなもんだが。だから遠慮することはねえぜ。言われるまでもない。ラスト、食べちゃダメ。やめておきなさい。こんなもの食べたらお腹壊しちゃうね。その口の悪さ、相変わらずだね。だが、最強の盾である俺には傷一つつけられやしねえよ。私が最強の矛だということを思い出させてあげる。今ピーンと来たんですけど、グリードの声ってFF10 のシーモアの声ですよね。優しくしてあげる。俺に傷一つつけることはできない。ナレーターとかしよった人じゃないかなと。ナレーターも結構やってたような方なんじゃないかな。フリードの声の人って確かそんな気がする。そんな気がします。なんかハロモニーでよく聞きよったような声なんですよね、このグリードの声優の人って。ハローモーニングっていうモームスの昔、いてー、昔ね番組があったんですよ。今は里山じゃないわ。何やったっけ。ハロステじゃないな。ハロステは YouTube か。何やったっけ。ガールズライブか。そうそう、ガールズライブ。
今でこそガールズライブっていう名前になってますけど、そのハロプロの初期 の、 そのテレ東系でやってた番組があって、それの確かナレーションがこのグリードの声の人やったと思います。あと一発グリードに当たればスカーか、スカーにとどめを刺したいけど、よし、こんなはずじゃなかったんだが。優勝まであと少しね。次の場所へ行きましょう、ピラトン。行く行く。美味しそう。ダメよグラトニー、後で美味しいもの食べるんでしょ。ジミー早く。ジミー、美味しいもの。あら、お嬢ちゃんも美味しいものに目がないみたいね。他国の素敵な料理がいっぱいあるんですよね。新国の宮廷料理すごいらしいな。私たちは優勝して大総統にご馳走してもらうのよ。あー、それもいいな。ラスト、早く。だから悪いけど勝たせてもらうわね。それを聞いたらこっちも負けられないね。どっちが勝っても恨みっこなしですよ。もうこの段階で秦国っていう単語が出てったんですね。まあ多分原作は凛が出てきて、出てきた後にこのゲーム発売されたんやったかな。どうでしたかね。僕正直原作を読んでなかったので、リアルタイムでもう本当にアニメの中の世界なんですよね、ハガレンが。で、2009年にフルメタルアルケミストが放送されて、あ、やばいかも。やばかった。で、初めてこう、なんていうんですかね、原作を読んでみたみたいな。行ってウィンリーを、倒したい。当たらねー、よし。くそ、邪魔された。スパナ投げんなや。あれ結構食らうんですよね、スパナ。なんか爆発に巻き込まれて、めっちゃ荒ぶるよりあの爆弾が。ごめんなさい、あなたたちの分までいただいてくるわ。したもんだね。悔しい。ラスト、珍味発見。僕は美味しくないよ。アラクラトニー、あれは食べ物を入れとくもの。僕は弁当箱じゃない。ない。あら、ごめんなさい。でも入ってるわよ。なんでこんなとこにおにぎりが。ごめん、アル、後で食べようと思って。いいさよくも弟を弁当呼ばわりしやがったな。行くぞ。
結局のところ泉さんとウィンリーはどんな目的でこれに参加したんでしょうね。そのストーリーも確かあったと思うので、まあ、ゆくゆく出てくるかなとか思いながら。当たらねー、通常コンボが当たらんのですよね。よし、なんかねこのステージね、ここに、あ、落ちた。そして誰もいなくなった。落とせたっけ、ここ。あ、落とせる落とせる。めっ、あー、やっと新ヶ崎死んだか。よし、あとはある。デードが落ちる、落水。あんまりグラトニーが落水するのも良くないんですけど、 なぜみんな追いかけてそんなに投身自殺をしていくんだ。受け身が三角じゃないんやね。よし、一応ね。あ、倒してもたが。グラトニーが柱とかぶっとる。大したことないわね。人民早く。くっそ。悔しいな。願いを叶えたくば見事この私を打ち倒してみせよ。買ってからじゃないと会話が見れんのか。さすがにこれだラストやったら勝てると思いますけどね。私も存分に楽しむとしよう。レディーファイ。挟み撃ちで逆逆。グラトニーがうまいこと動いてくれたら、当たるかな。よし、当たった。勝った。勝って全然削れんねんけど。ナイスコンボ。あんまりね死体蹴りしてもねこのゲームうまみないからね。当たるかなと。くそ、邪魔されたか。このゲームつかみがないんですよね。まあつかめるほどのスペックがなかったんでしょうかね。それか掴みを忘れたんでしょうか。大体の格闘ゲームって掴みありますもんね。いけっかな。よし、まあガード削りができたんで OK かな。グラトニー全然食らってないな。優秀優秀。うん、タイム打ちにすると結構気持ちよくダメージ与えれるけど、やっぱり硬いな。おっさん硬いな。時間がかかるね、さすがに。この上の段に吹き飛ばすっていう手もあるんですけど、あんまりね、うまみがないんですよね。結局的に自由を与えてしまうので、あんまりおすすめはしないですね。
ペラトニーが抑えてくれているのを見て、よし。ウィナー。残念だったわね。ウィナーズイカ。大したことないわね。人民早く。見事だ。あらあらグラトニー、まだ料理は運ばれてないわよ。あらあら、それはフォークとナイフよ。あらあら、それは銀の食器よ。あらあら、それはテーブルよ。あらあら、それは大蔵塔よ。次回もお楽しみに。まだ大蔵塔の本性が出てなかった時、お、グラトニーが使えるようになった。やったね。まだ大蔵塔の本当の姿が多分出てなかった頃の。にしてはリン・ヤオ出てきとったんか。お、申請オートメールや。エイドの話かな。あれ、イラストとタイトルは関係なさそうですね。